ビオリオーライ。どうも、小屋けんちゃんでございます。お疲れ様です。お疲れ様でございます。はい、ということで、小屋さん、はいはい、ここ分かりますか？分からんわけないでしょ。分からんわけないでしょ。普段からお世話になってる、はいはい、スマホ堂さんの藍住店に今日はお邪魔しております。いいですね。今日はコラボ撮影やった。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。すげえ切り替えるな、やっぱ藍さん。これカメラ回る前に肌がどうのこうのとか言うてたのに。すいません、今日はよろしくお願いします。まあ、先ほどスマホ堂さんのチャンネルでも撮らせていただいたので、ええ、まあ、そちらの動画はあの概要欄に URL 貼らせていただくんですけど、はい、そちらもご覧ください、はい、ぜひあのスマホ堂さんの方もチャンネル登録していただければと思うんですけど、うん、今日うちのチャンネルで何をしようかなって考えた時に、はい、僕ね見ちゃったんですよ。何見ちゃったって。愛さんの絵心。絵心。小屋さんよく僕のこと言うじゃないですか、絵心がない。そうですね、あのほんまに前世で画家殺したとしか思えないですよ。僕は枕濡らすぐらい悔しかったんですけど、うん、あ、そうなんや。ちょっとね、うん、僕より怪しいかなっていう。いや、マジっすか。まあ、正直あの自信はないですね。なので、どうなんだろう。まあ、よく僕と小屋さんが生配信でやってる、はいはいはい、お絵かきしりとりを、おー、なるほど、お二人にやってもらおうと思います。じゃあ、早速やりたいんですけど、愛さんからまず先手で行ってもらって、どうします、何からいきます、文字。まあ、スマホ堂さんのスマホ堂ううのものをじゃあ書いてもらったとこからスタート。はい、これ制限時間あるんですか。制限時間はどうしましょう。1分にしますか。1分でいいか。はい、はい、まあ、ちょっと編集ではさすがにカットしますか。はいはい、まあ、1分よーいスタート。お、難しいな。何も書いてないの難しい。え、ちょっと待って、うスマホドウのウから始まります。え、これジャーじゃない。これウこれ、え、まあまあ、ちょ、小屋さん、ジャーじゃないこれ、ほんまに。ほんまに分からへん。え、聞き手合ってます、うん、使った方って合ってます。合ってる合ってる。え、はい。はいはいはい、ちょっと待って、はい、うんうん、なんでこんな欠けてるみたいな顔で欠けるんやろうね。欠けてる人の顔してる。あ、これは、はいはいはい、でも、あ、まあ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 、わかりますね。はいはい、これさ、スタート。はい、お、終了ということで、アイちょっと言ってじゃ、マネージャー、はい、ちょっとじゃあ、あかんあかん、ストップ、はいはいはい、はい、いや、分かってどうする。いや、わ、確かに途中そ分かってどうするなんですけど、僕分かんない部分もあるんですよ。いや、マネージャー最初、アイさんの方が下手言うたで。はい、いや、僕の方が上手です。マネージャーの方がひどいで。いや、違う、アイさん欠けてるよ。でも、ちょっと答え合わせしましょう。ただまあ、ちょっと、あ、多分違うなっていうとこがある。だからこれがもう意味わからなかった。はいはいはい。だから、ウニ、ウニのミーのとこ変えたかと思った。もう意味わからなかった。スマホドウのウやから、はいはい、ウニの上のとこかなと。スマホドウ、うん、答えは何やったんですか。梅干し。梅干しあ、梅干し。え、どうやって、はい、言われたら。でもちゃうの来たと思って、うん、梅干しで挨拶次は、うん、でもこれ多分肉やろうなと思って。あ、はい、ただこれちゃうけど、まあ肉最初チキン、俺が悪いみたいになってめっちゃうけどって。え、チキンかなってなったけど、あ、ちゃうわと思って、肉って思った。そう、うん、まあ梅干しで思ってたんやとしたら、霜降り肉とか、まあ、つなげれんことはないか、うん、そう、まあ肉、うん、ウニやと思ったから、うん、で、こう車でしょ、はい、まあ、うんうんうん、で、これ何と思って、いや、物は分からへんけど、はい、まあやけん丸目がね。ああ、そうです、そうです、あ、正解と思った、うんうんうん、ね、で、猫でしょ、うんうんうん、
で、これコルク。コルク。うん、で、クモ、うん。これはモーニング？正解。モーニング、うん、グラス、うんうんうん、スマホ、どうで終わってるの。いや、ちょっとできてどうすんの、これマネージャーでも、でも、あの、いや、できてないっすよ、ほら、マネージャーちょっと書いてみや、ほら、このスマホドウーのウーの続き書いてみ、ほんで、アイさんに当ててもらってみ、前世で、あの、美術館焼いてると言われてる、本当に気をつけたと言われてるから、これうまい、続きで書いとんやね、はいはいはい、スマホドウー、はい、はい、え、俺全然わからん、浮き輪、正解、え、ほら浮き輪の正解書いて、浮き輪ってだって一体そう、例えばやけどその、うん、穴開いてるんが分かるようにせなあかんやん、はい、だから この辺に丸がこんとあかんやん、あで、こういうことを要はやりたいでしょ、はいはいはい、こういうのを、はいはいはい、まあ、柄ね、要はまあ、水玉の方が分かるかなとは思ったんですけど、まあ、水玉でもええけど、うん、こうちゃんと塗りやちょっとは分かった、小籔さん遠近の使い方が上手、ああなるほど、影とか奥行きみたいなのが、まあまあちょっとほんま適当ですよ、パッと描いたからあれやけど、なんかこうあこうやってくれたらまだ一緒ちゃう、発想が一緒、発想が一緒じゃない、これが浮き輪は子供溺れるよまあ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 、それは分からない、預けれるか自分の子供をこの浮き輪に、全然いけます、流れるプールで、はい、2人いけます俺はようやらこんなに乗せれんぞ俺ははい、ということで、今日はスマホのさんとの絵の下手さばらしただけやから、スマホのことやれや、はい、今日の動画は以上です、スマホのさんの YouTuber チャットが載ってるから、はい、頼ます、はい、ありがとうございました。こやけんアワビよりはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ということで愛さんありがとうございました。なんちゅうんでしょうね、まずいというより味があんませんから食進まんカレー作られたみたいなそんな気分でございましたね。ということでね、スマホ堂さんのチャンネルついに1000人突破しましたんでね、みんなもチャンネル登録してください。ということで以上です、ありがとうございました。